お笑いコンビ品川庄司の庄司智春とタレントの藤本美希が30日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」10時25分に出演夫婦でテレビ初共演を果たしプライベートの様子を明かした写真「藤本美希庄司千春夫妻笑顔あふれる家族ショット」庄司智春藤本美希常に行動を共有この日は ママ友でフリーアナウンサーの中村ひと,みと大沢あかねがゲスト。白黒はっきりさせることをどう思う苦しくないですかとプライベートでの夫婦の様子について質問が上がると庄司は完全に知ってる。何をしてるかと行動を共有していると告白。お付き合いしてるときは誰とご飯食べ行くのとかそういうのを聞かれたときに。 うわやだなって思った時はあったと交際当時では苦しく感じることもあったというが結婚後はそういうもんだって思って洗脳されたんだと思うと変化があったと口にすると即座に藤本が教育ですとひせ夫婦の息ぴったりな様子となったまた大沢はロケ中に庄司さんから LINE が来たって言ってて今何にしてるの 手と藤本と障子の仲の良さを感じる出来事を見たことがあるとかいこ藤本は障子が自分のことを大好きでしょと自負していると口にすると障子も笑顔で間が空いたらどんな感じとかと連絡をこまめにとっていると語った